白金っちチャンネルへようこそ。おはようございます。朝の4時、白金っちいつも起きる時間なんですよ。今日は私の平日の朝のルーティーン、お仕事行くまでの様子を動画にしてみました。まずはお部屋の電気をつけて、金魚たちはまだ寝ています。30分ぐらいすると泳ぎ回るかな。下の方で少し泳ぎ回っていますね。何か探しているのかな。こちらは卵球たちの水槽です。寝ていますね。お部屋の電気つけたから、そろそろ起きてくるかな。でもぼーっとしていますね。おチビさんたちが何かつっついてるみたい。まだ餌はないんだけど。はい、こちらはコリドラス水槽。みんなじーっとしていますね。ここには6種類のコリドラスがいます。そして合計58匹いますよ。ちょっと多いかなと思いますけど、子供たちが随分増えましたね。この時間は弁当を作るまでちょっとのんびりタイムなんですよ。そう、アイスコーヒーを飲みながら自分の作った動画チェックしたり、今日の弁当のおかず何にしようかな、何を入れようかなとか考え中なんです。この矢印のついてる金魚、また寝ていますね。この子はいつもここで寝てるんですよ。そういえばバナナも忘れていました。コーヒーとバナナ。朝のバナナは体にいいとか、何年か食べていますね。風邪もあまりひきません。バナナは朝の健康食ですね。ではそろそろこの水槽のライトのスイッチを入れたいと思います。がだいたい5時ぐらいですかね。金魚たちずいぶん泳ぎ回っていますね。卵球さんたちの水槽もライトをつけますね。みんな泳ぎ回っています。この水槽は何もなく元気に過ごしています。次にコリドラス水槽もライトをつけていきます。このコリドラス水槽、上部式フィルター、手作りのろ過装置フィシュレット、スポンジフィルター、ろ過はしっかりしてますから大丈夫です。玄関の水槽も電気ライトつけますね。みんな寝ています。玄関の電気がついても水槽は暗いですね。じーっとして、少し動いてるかな。あ、ライトをつけちゃったらびっくりしちゃいましたね。ごめんごめん。あ、お魚さんたち電気をつけ終わったから、では弁当をご飯を詰めていきたいと思います。これがだいたい5時過ぎですね。主人と私のお弁当です。では弁当のお父さんの方、仕切り板をつけて、これはコストコのシューマイ。このシューマイ、贅沢シューマイって言うんですよ。42個入りです。味がね、しっかりして美味しいですよ。もうそのままパクッとお口に入れても本当美味しい。よくおかずにします。はい、では大葉を入れて、ちょっ
と滑ってくるんですよね。やり直し。ほら、動いちゃった。はい、卵焼き入れていきます。私の弁当の方にも卵焼き入れていきます。人参のきんぴら。人参のきんぴらはよく私作るんです。人参大好きなんです。はい、きゅうりの酢の物もちょこっと入れて、主人の弁当のおかずちょっと少ないから鮭フレークを入れました。できました。お弁当出来上がり。弁当を作り終わったら私たちの朝ごはんなんです。で、食べ終わったら金魚たちの餌やりやっていきます。この子たち隅っこでよく私たちを見ているんですよ。金魚たちに餌をあげるのがだいたい6時過ぎですね。で、この子たちは潜伏病になりやすい子が何匹かいますので、餌は少なめにあげてます。たまにうっかりしてちょっとあげすぎたかなと思う時もあるんですけど、そうすると一匹だけひっくり返ってるんです。いつも一緒の金魚みたいですけどね。次は卵球さんたち。この子たちは赤虫を少しあげていますね。この子たちは潜伏病は大丈夫ですね。あとは粒餌を少しあげます。餌をあげるときはちょっと気使いますよね。この子たちの状態を見ながら餌をあげていきますので、今日は少なめにあげたり、また次の日はちょっと多めにあげたりとか考えながら餌もあげてます。次は玄関の和菌たち。この水槽もろ過器を一つ増やしました。大きなコメットがおぐされ病になったこともあり、それに2匹金魚を増やしたためろ過器を増やしたんです。この子たちご飯食べるの早いですよ。あ、ちょっと大きな音を立てましたからびっくりして向こうに行っちゃいましたね。でも大丈夫、すぐこっちにやってきますよ。ほら、やってきたでしょう。はいはい、ご飯ですよって、ほら、みんなやってきました。我も我もってご飯食べてますね。次は野外飼育の金魚たち。窓を開けるとすぐ近くに寄ってきますよ。この卵球さんたち、隣の和金の子供たちもすぐ寄ってきますよ。ちょっと見えづらいかな。今赤虫をあげました。和金の子たちにも赤虫とフレークの餌あげてますね。たまに練り餌も入れてあげます。この日は赤虫とフレークをあげました。こちらはシシガシラたちがいますね。赤虫と粒餌、
フレークも少しちょこっと揚げますね。みんな一斉にご飯ご飯って食べに来ますよ。毎朝こんな元気な金魚たちを見ると元気が出ますね。あ、今日も頑張れるなって。で、美味しくご飯食べてくれると嬉しいですね。左の脇筋の子どもたちも日に日に大きくなってきてますので、それに殻もついてきてますので、毎日見るのが楽しみです。本当毎朝楽しみなんですよね、金魚たちに餌あげるのが。コリドラス水槽は主人が餌をあげています。朝はタブレットだけあげていますね。みんなわさわさ動いてるでしょう。夕方は赤虫をあげてるみたいですよ。いつも主人が自分のご飯食べ終わった後に赤虫あげています。次は2階のプラティ水槽。この観葉植物ポトスまた育ちました。見てやってください。ちょっと画面が暗いですかね。見えます？でも随分伸びましたよ。本当によく育ってます。と栄養があるんですね、この水には。金魚たちの水槽ではこういう風にいかないんですよね。金魚たちが根っこを食べてしまいますからね。はい、ではプラティたちにご飯をあげていきたいと思います。この子たちは朝は赤虫、夕方はフレークだけなんですよ。このプラティ水槽ね、今年の夏あまりにも暑すぎてずいぶんいなくなってしまいました。今プラティは5匹だけなんですよ。悲しい。でもまたプラティ購入してきたんです。まだこの水槽には入れてませんけどね。今栄養中で違う水槽にいます。金魚たちの餌やり終わったら次は洗濯物を干しに行きます。だいたい7時ぐらいですね。いつも朝ドラ BS で7時15分から45分までテレビの時間なんです。洗濯物早く干し終わるとホッとします。朝の仕事だいたい終わりますね。早くテレビ見るぞ。天気がいい時なんか裏山見ながら空も見ながら鳥の声はよくします。秋になると紅葉も見れますよ、裏山で。仕事行く前にメダカさんに朝ごはんをあげます。この子たちもフレークをあげますね。今回の動画はどうでしたか？ご意見ご感想お待ちしています。今日もご視聴くださりありがとうございます。動画はまだ続きますよ。メダカさんたちいつも元気です。もりもり餌食べています。夏も乗り越えましたね。一匹も落ちませんでした。毎朝足し水をしていたのが
良かったのかなって思います。このメダカが入ってる容器、黒い入れ物なんです。だからよく太陽の光浴びると暑いんじゃないかなって思っていたので、毎朝差し水していました。でも本当に良かったです。一匹も落ちませんでしたからね。本当丈夫ですよね、メダカさんって。あ、餌の蓋が落ちました。ダメですよ、餌がしけっちゃいます。メダカさんに餌やった後はそろそろ8時になりますので、そろそろお仕事に行く時間ですね。ではスイッチを切っていきます。このカバンは私のお仕事用のカバンです。スヌーピーの袋はお弁当と水筒が入ってますよ。ランチュー水槽のライトも消します。ポリドラス水槽もライト消していきますね。一応出勤するときは魚たちの水槽みんなライト消していきます。ではお仕事に行きますかね。今日も一日頑張って参りましょう。では行ってきます。バイバーイ。